はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、以前6月に購入してまだチュートリアル上げてなかったこちらのエクセルのアイシャドウを使ったメイクやっていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。ではどうぞ。はい、始めていきたいと思います。まずエクセルの06番のアイシャドウの薄いピンクのお色をアイホール、クリース全体につけていきます。次に、薄い茶色の色ですね、3分の2ぐらいのところまでつけていきますね。まんべんなく、アーモンド型の形を作るように薄ぼかしていきます。次に濃い色、一番濃いブラウンの色をですね、まず目尻側から入れてから、次に目頭側入れていきますね。ちょうど、両端にブラウンの色が入るような形になっていきます。そしたら今度はまぶたの中心ですね、膨らんでいるところに、薄いピンクの色ですね、一番明るいピンクの色を入れていきます。そうすることによって目に奥行きが出るので、目の形が丸く優しい形になります。そうしましたら何もついてないブレンディングブラシを使って、色をですねブレンディングしてください。次に下まぶたですね、最初に目尻側から黒目の外側に向かって濃いブラウン、2番目に濃いブラウンですね。次に黒目の中心ぐらいのところに、薄いピンクの色を入れていきます。そして目頭側には一番明るいピンクの色を入れていきます。はい、そしたらちょっと平筆を取っていただいて、鼻咽骨のところにもちょっとハイライトとして一番明るいピンクの色を入れていきます。で、今回使っているのはキャンメイクのジェルアイライナーペンシルのブラウンを使っております。なんか今日の私の顔、すごいほうれい線が疲れてるのかな、ほうれい線が出てますね。はい、それからラッシュキング久しぶりにマジョマジョの使ってます。夏はね、崩れにくいからいいですね。あとこれも LA ガールのハイライターですね、久しぶりに使ってますね。これもすごい、なんていうのかな、買ったばっかりの時はね、ちょっとパサッとした感じが気になったんだけど、ブラシでつけると綺麗につくことが分かりました。それからこれも買ってて全然レビューを上げてなかったセザンヌのチークですね、15番のローズのカラーを今回は合わせてます。はい、リップはですね、キャンディーリップカラー、キャンメイクのキャンディーリップカラー01番に、不老不死の、前回もアップしましたお気に入りのリップグロスを合わせてます。で、指でね、なじませながらつけることによって自然な血色というか、ふんわりした、口元を、作るようにしてます。はい、出来上がりました。はい、メイク終了いたしました。いかがでしたでしょうかね。こちらのアイシャドウすごく使いやすかったです。簡単に使えるし、一つね持っとくといいと思います。はい、ではこの動画がいいなぁと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それからですね、ちょっとですね、私が、また入院して手術する日にちがですね、ちょっと早まってしまいまして、17日からお休みさせていただくことになりました。そうですね、8月の初め、中旬ぐらいまでもしかしたらお休みするかもしれないんですが、皆さん待っててください。またね、それまでの間はね、どんどんね動画上げていきたいと思いますので、また見てくださいね。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。